シーズン開幕を前に、この厳しいトーナメントを制するのはどのチームでしょうか。まずはこのグループステージを突破したいですね。今日はガンバ大阪対サガン鳥栖のカードです。体を当てて取る、奪った。ガンバが攻めに出ます。狙ってきた、止める、止めます。クリーンなタックル、ボールを奪いました。藤田直之、決まるか。シュートは大きく外れた。簡単にはやらせません。プレッシャーがきついですね。少し慌てたかもしれません。パトリック、シュートは入るか。クロスバーの少し上に飛びました。ゴールならず。宇佐美貴史、シュートを打った。綺麗に決めました。前半終了間際、実にいい時間にゴールを奪いました。監督もある程度プランを練ってハーフタイムで共有するつもりだったと思いますが、これで後半のプランも変えてくるでしょう。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。前半終了間際、いい時間にゴールが決まった。チャンピオンズトロフィーグループステージの試合は後半に入ります。後半も楽しみですね。藤田直之、危険な位置です。緊張感が増してきます。倉田修、パトリック、宇佐美貴史、シュートだ。悔しそうですね。そうですね、ちょっと辛そうですね。中野義弘、タッチラインを、終わりスローインです。両チームとも動いてきました。庄司源、チャンスになります。シュートを狙う、素晴らしいゴールです。上隅に決めました。あそこに打たれてはキーパーもお手上げという感じでしょうか。そうですね、ディフェンスがなんとかブロックしたかったところです。別のアングルからご覧ください。
ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。決まるか、弾かれた。反応はパトリック、選手が倒れていますよ。肉離れでしょうか。これはもったいない、ボールを失いました。遠くから強引にシュートを打ちます。シュートは枠を捉えていません。笛が鳴ってタイムアップ、試合が終了しました。